フェルディナンド三世はトスカーナ大公。ピエトロ・レオポルド大公の次男で、母はスペイン王カルロス三世の娘マリアル・ドビカ。1790年、父が神聖ローマ皇帝レオポルト二世として定位につく際、長男フランチェスコを定位継承者とし、次男フェルディナンドに大公位を継がせた。レオポルトは2年後の1792年に死去し、フランチェスコは フランツ2世として定位を継承したが、最後の神聖ローマ皇帝となった。フェルディナンド3世は人民に愛されながら、父が残した数々の改革を見直した。フェルディナンドの知性は1799年にナポレオン軍の侵入で中断した。その後、フェルディナンドは1801年のアランフェス条約で退位を余儀なくされるが、1803年に保証として、 ザルツブルク選定綱領を獲得した。そしてザルツブルクも1805年12月25日のプレスブルクの和訳でオーストリア帝国に割上されると保証としてビュルツブルグ大公国を獲得した。1814年のウィーン条約によりフェルディナンドはビュルツブルグを放棄する代わりにトスカーナ大公に福井以後は1824年に死去するまで在位した。 その地政下では、マレンマ地方とキアーナ渓谷の干拓、水道の布設、トスカーナと国境を接する地方を結ぶ道路の開設のような多くの公共事業が停止された。1790年、両シチリア王フェルディナンド一世の娘で、父方でも母方でも十枚にあたるルイーザ・マリアと結婚し、後継者、レオポルド二世を、はじめ三男三女を設けた。 ルイーザ・マリアは1802年に死産するとともに死去した。フェルディナンドは1821年にマリア・フェルディナンダ・ディ・サッソニアと再婚したが、二人の間に子供はなかった。フェルディナンド3世の銅像、ありがとうございます。